Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School, soy Reche. Las frases y palabras útiles de hoy son しょうがない y しょうがないよにあたる様々な表現です。このしょうがない、僕を含め多くの人が使っちゃうフレーズだと思いますが、この日本語はいろいろな場面で使えるものですよね。というのもスペイン語では実際シチュエーションによって少し工夫する必要があるので、まあだいぶ近いフレーズもあるんですけど、今回はこれにあたる特に使われるものを複数紹介していきます。でしかもフレーズに共通点があったりするので、工夫しながら簡単に覚えていきましょう。細かい解説などは記事にも載せるのでチェックしてみてください。では始めていきます。ではまず共通点として、すべてノーから始まるフレーズを見ていきましょう。でその中でも一番日本語のしょうがないに近くて特に使い勝手がいいものをまず見ていきます。でその最初は当然ノーから始まるこのフレーズですが、発音するとノーインポルタ、ノーインポルタになります。でインポルタの箇所は英語で形容詞の重要なって意味のインポータントに似てますよね。まあでも厳密に言うとスペイン語のこれは動詞なので、重要であるって意味でノーで否定することによって、これの直訳は重要ではないになります。というのも結果これのニュアンスを言うと、人に言う場合気にしないで、いやなだめる感じで大丈夫だよとして使えるものになります。言葉を変えると、小さいことは気にしなくていいよの意味が込められているフレーズで、だいぶポジティブですよね。でプラスで便利なのが、これは人に対してだけではなく、まあ独り言というかリアクションで、気にしないでいいか、いやまあ大丈夫かのようにも使えるフレーズですので、それらの意味を全てひっくるめてしょうがないに一番近いフレーズになります。ということで便利なので、まず最初にこれを覚えておきましょう。では次に行って、さらにしょうがないの意味をカバーしていきますが、今度は直訳もニュアンスも同じで、心配しないでになるこのフレーズです。なのでこれに関しては、特に先ほどのと一緒に使うとすっごいナチュラルに聞こえるものです。まあとりあえず発音すると、 No te preocupes、 No te preocupes。 ただ実際これはカジュアルでフォーマルにするには、ここが変わってプラス最後の S を取って No se preocupe。まあ、今回このように分かれるのはこれだけですが、面倒ですよね。なのでシチュエーション的にカジュアルだけを覚えるのもいいと思います。でここで重要なことですが、これはもちろん単体でしょうがないよに近くてそれで使えますが、特になぜ紹介してるかというと、先ほどのフレーズと組み合わせて、例えば No importa, no te preocupes にすれば、しょうがないよ、心配しないでの表現もできて超絶ナチュラルなんです。というか逆に外国の人が日本語でしょうがないよ、心配しないでなんて言ってたら自然ですよね。なので長いですが、組み合わせたものをぜひ覚えてほしいです。ちなみに心配しないでの動画でこれ以外のフレーズも紹介しているので、バリエーションをさらにつけたい人はそちらもチェックしてみてください。では次に行きたいと思います。今度は他のフレーズでしょうがないと言えるものを見ていきましょう。で他のフレーズとは言ってますが、実際便利なネイティブっぽく聞こえるものです。というのも先ほどのは若干スタンダードな感じで無難なフレーズだったんですが、ここは少しだけラフにもなります。ではここで紹介するフレーズはこれなんですが、まず発音するとニモド、ニモド、短いですよね。じゃあまずこれの直訳から言うと、方法すらない。というのも、モドの箇所が方法で、にはすらないと訳せる箇所ですが、これでわかるのが、このフレーズは、しょうがない、かっこどうしようもないのニュアンスを持っているものです。ただ、あまりネガティブな表現でもなくて、もうすでに少し開き直っているフレーズです。だから、ネイティブの感覚で訳すと、その、しょうがない、かっこどうしようもないの言い方がすごく合ってます。ではでは、最後の便利フレーズを紹介しますが、今度は直訳でもニュアンスがわかるフレーズで、もう過ぎたの直訳であるこれです。では発音すると ya fue, ya fue。 これも短いですよね。で直訳はこの通りですが、もう少し自然な訳を言うと、もう過ぎたことだになります。ちなみに ya はもうすでに、やもうと訳せるところで、 fue は実際英語の was にあたって何々だったとも訳せますが、過ぎたにこの場合は当たる箇所です。そして重要な話をすると、まあ本当にどこでも通じますが、特に中南米でよく聞くものです。なのでスペインのスペイン語のみ学びたい人は、まあここだけはまあ軽く聞いてください。でさらにこれはだいぶラフで、先ほどのより開き直ってる感じがあります。なぜならもう過去のことは忘れよのニュアンスがあるからですね。でもそれなら一見使いにくそうですが、それを逆手にとって、もはやしつこい人に
まあ少し親切に心配しないでも足して、いやフェ、ノーテプレオコペス、もう過ぎたことだから心配しないでのニュアンスで使えるフレーズですので覚えておきましょう。ちなみに先ほどのニモドにも心配しないでは付け足せますし、別動画では複数の心配しないでの言い方を紹介してるので見てみてください。では最後に今回の全フレーズを簡単にまとめていきましょう。ではまず最初にノーから始まるフレーズを紹介しました。でその中でもまず直訳が重要ではないという意味のNo importa があります。これは主に気にしないでや大丈夫だよとして使えるものですね。で次にですが、ここは直訳もニュアンスも心配しないでに当たるフレーズで、ここは分かれてカジュアルで言う場合は No te preocupes で、フォーマルで言う場合は No se preocupeになります。これは特に上の No importa と一緒に使うとすごく自然です。では次の項目ですが、他のフレーズでしょうがないに当たる表現も見ました。でまず直訳で方法すらないになるフレーズからで、それがに戻る、これはどうしようもないというニュアンスで使われますね。で最後の最後にですが、直訳がもう過ぎたと訳せるもので、実際ニュアンスもそれに近くてもう過ぎたことだと言えるフレーズがやフォエ、これは当然どこでも通じますが中南米でよく聞きます。ちなみにこの項目の2フレーズはラフですが、その代わりナチュラルでもあります。ではまとめもここまでです。どうでしたか？難しかったですか？ただ今回の表現はまあ心配しないでを除いてですが、ほとんどが独り言でも使えるようなフレーズでしたので、まずは独り言スペイン語として練習してみてください。では以上です。良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。それとこの下のリンクから今回のテーマを詳しく見れるので、もっと知りたいと思う方にはおすすめです。ではまた。アスタレオン。